はい皆さんこんにちは、えー、レークス専任講師の大森山です、えー、今回はまあ主要4科目実力診断模試の特典動画といった形で、ねえー、あなたに足りないものは何、えー、と言ったようなお話をさせていただきたいというふうに思います、えー、今回、えー、この12月の年内のところで模擬テストを受けていただいたわけですがあこちらのところまあ、非常に重要な意味があります、えー、それは皆さんの実力をきちんと診断をして今足りないものは何か 今回ののタイトルと同じように足りないものは何かこれをしっかり認識をしていただいて年明,け年明け以降の勉強の方に生かしていただきたいというところですねですからもちろんどれぐらい取れたかといったその実力をですね診断することも大事今の実力を判断することも大事なわけではありますがそれ以上に。 ピンポイントピンンポイントで、えー、何が足りないのか自分にはこの部分が足りないこの部分は大丈夫だっていうふうな分析をしていただきたいわけですね。 デリックではこれ以降 3, 3月4月、まあ、4月の頭あたりですかねに模擬テストがあるしそれからその後はですね直前期にまた模擬テストそれからスーパー公開模擬模試こちらがありますそこでまた実力を診断していただくわけですがこの12月の模試に関しては本当にこうこれから皆さんが勉強する指針これになりますからどのようにこの模擬テストの結果を生かせばいいのか。 あそのようなことをお話をしていきたいというふうに思います。さあ皆さん、えー、まず皆さんにやってほしいことは今回の模擬ですと、えー、自分が間違ったところを分析していただいてどうして間違えたのかどうやったらそれを今後埋めていくことができるのか、えー、そのようなことを考えてほしいんです。で、えー、その間違いに関してはあ人によっていろいろ違うと思います。そのお間違った理由ですね それを埋めていかないとまた同じことになってしまいますからその間違えた理由というのをしっかり埋めていくこれは択一でもそうだし期日でもそうですそんな話を今からしていきたいと思いますがぜひ1時間ほどでありますのでお付き合いいただければというふうに思います。ででままず皆皆ささんん今回問題間違えたとところががあると思いいいすその中で皆さん絶対やってはいけないしもしも やっていた方であればこれから気をつけなければいけないミスがありますそれはケアレスミス分かっていたのに間違えた分かっていたのに間違えたそのような点があったのであれば必ずそれは反省していただく必要があります例えばよくあるのは誤っているものを選べ誤っているものを組み合わせろなのに、えー、正しいものを組み合わせてしまったあるいは あと「い」が「丸と判断をして正しいものがあと「い」だと分かったにもかかわらず違う組み合わせの選択肢に「丸をつけてしまったあるいはマークシートの違う部分にマークをしてしまったなどなどですねこのようなケアレスミスあるいは場合によっては読み間違え文末のできるを「できない」と読んでしまったまあ逆が多いですかね「できない」と書いてあるのに「できると読んでしまった」とかそのような読み間違えですよね。 えー、そのような部分についてはあきちんとこう対処していかなければいけない反省していかなければいけないあるいはリード分のところに例えば期間設計のですね発起設立について次の問いに答えなさいと書いてあるにもかかわらず、えー、募集設立も念頭において答えを解いてしまったとかこれ本試験でもそういう問題ありましたよね。このようなあケアレスミスをしてしまった場合にはあきちんと反省していただいて、えー、今後間違えないようにしていただければと思います。で 反省するだけなら誰でもできます。まあ 誰でもででもきるるとというか反省すすことがまず第一歩ですけどねえ場合によってはケアレスミスって反省しない可能性がありますから「いやこれはケアレスミスだよ分かっていたんだ本当は」とか言って、えー、ケアレスミスをですねこうなんかこう本当にこう言い訳にしてしまうことがあるわけですよ。でケアレスミスというのはやっていいミスではないですから「いやケアレスミスだからいいんだ」と「本当は分かっていたんだ」「いや本当は分かっていたんならきちんと点数につなげるべきで当日 えー、その、まあ、分かっていたのは問題であればあ正解出してくるる人はいるわけですよねでそれで正解出せないでケアレスミスだから間違えてしまったという非常にこうもったいないし、えー、不合格へ近づいいてしまいますですからケアレスミスはなくしていかないといけないわけですね。えー、ということで、うん、よろしいですかねまずは「反省すすることが第一歩です、えー、ケアレスミスは必ず反省するものだ」ということですね。で、えー、反省するだけではダメです。 反省するだけではダメでどうやったら防げるかどうやったら防げるかそれを今回の模試で確認してくださいですから皆さんが間違えた部分があるとします〇間違えたたとしたそしたらどうやったら「○×」間違えないのか、えーまあ、今年の合格者なんかでも話を聞いたら大きく「○×」をつけていた方とか、えー、いました、えー、あるいは一度必ず上に戻って確認するという方もいました。 そんな形で必ずこう間違えないようにするための工夫をしてほしいんですね。つまり反省をした上でじゃあどうやったら防げるのっていうのを具体的に作る。これを今回の模試のところで間違えたところがあれば作っちゃってください。例えば、えー、文末読み間違えるって方はそこを線引っ張りながら文末は注意するとか。あとは、えー、私がよくやってるのが関西薬設置会社と関西薬会設置会社。 これ読み間違えることが非常に多いので管制薬設置会社あるいは管制薬会設置会社というブロックが見てると、えー、出てくるわけですね。 で出てきたらそこからこう線を引き始めますで関西薬会って真ん中に会があったらぐるんと丸つけて線を続けるとかまあこんな形で読むようにしてますそうすると真ん中にこう関西薬会設置会社って線が引いてあれば関西薬会設置会社だし関西区設置会社ってただの線になればそれは関西区設置会社なわけですねでこう言葉で言うと当たり前のように思いますがあの字で見ると本当に関西薬会設置会社あるいは関西区設置会社っていうのがあ塊として入ってきますから本当に読み間違い 人間の脳というのは一つの塊を全体として捉えますからその中に一つ、えー、怪しい要素があったとしてもなかなか見抜けないわけですよ頭の中でこう補正してしてまうわけですね。えー、ですからあのきちんとその一語一語読むっていうことで関西薬設違い者、社関西薬違設置の場合にはたった一字違いで、えー、全然違う丸伐、えーえー、入れ替わることもできますから。で それでケアレスミスで丸ツがひっくり返ってしまったなんてこともありえますのでしっかりその辺りあとはあの時間配分のことなんかも含めて大きくケアレスミスというのを捉えておいていただいてどのように対処すべきか例えば時間がなくなったというのも、えー、じゃあ次は時間内に収めようという反省するだけではなくてどうやったら時間内に収まるのかというのを本気で考えるわけです。 えー、例えばあ1問、えー、何分例えば2分とかにして、えー、時計をいちいち見るとかいや時計見る時間もったいないから10問1問見ようとか具体的に考えるわけですよ。それを必ずやってくださいねということで、えー、ケアレスミスを1つでも2つでもやってしまった方はまず、えー、その次どうやったらそれを防げるか というところがまず第一のポイントになりますから、そこをしっかり埋めてください。当たり前のようですが、やってない方が多いから言ってるんです。えー、ケアレスミスで、えー、当日、えー、10点落としましたなんていう今年ですね。えー、まああのその後いろんなこうイベントなんかでも、えー、いろんな受験生の話を聞いてたくさんいましたよ。 ですから本番では本当にケアレスミスをしがちです緊張状態も高いですからだから具体的に考えろという話をしておりますねということで間違えた部分があれば具体的にケアレスミスについては復習をしていただければと思いますではこれが第一,一つですねケアレスミスがあったら具体的に対策を立てなさいケアレスミスがあった方は具体的に対策を立てなさいということになります では今回の模擬テストの問題ですねいくつかまずは見ていただきたいんですがまず第六問目民法ですね第六問目、えー、先取り特権の問題になります選択肢のあ選択肢のあ、えー、雇用関係の先取り特権と日用品供給の先取り特権とか競合するときは雇用関係の先取り特権が優先するというふうに書いてあります でこれはもう、えー、一番の基礎知識ですから常識にしておかなければいけません、えー、先取り特権の順位はあ一般の先取り特権だけではなくて動産の先取り特権、えー、それからですね、えー、不動産の先取り特権すべ、えー、て順位があ言えるようにまあ,あの動産の先取り特権たくさんありますけれどもあの全部思い出して頭の中で第一順位がこれで第二順位がこれでとかあ言えるようにしておくわけですよ でえー、それを当日思い出せるようにしておかなければいけませんからどうやったら思い出せるのかを考えていくわけです。もう語呂合わせでもいいですよで、えー、この先取り特権の順位なんていうのも、えー、一般先取り特権、動産先取り特権それから不動産先取り特権について私も語呂合わせを作って本にも書きましたけれどももう語呂でも何でもいいですから必ず、えー、テキストを見て覚えるというだけではなくて当日思い出せるようにまでしていかないといけない。まあ一般の先取り特権に関しては、えー、そんな難しくないですよね。 えー、教育雇用葬式日用品の順番ですからあ,あの選択肢は教育雇用葬式ですので、えー、教育雇用葬式日用品ですからもちろん、えー、雇用の方が日用品供給より、えー、優先するという形で丸ですね、えー、それから、e、宿泊客が旅館に持ち込んだ手荷物がその宿泊客の所有物でない場合 旅館の主人がその手荷物をその宿泊客の所有物であると過失なく信じたとしても、えー、その手荷物について先取り特権は成立をしないと書いてありますが「罰」ですねこれは即時取得は成立しますさあ即時取得というのは所有権7件について権利を取得できるという制度ではありますが一部の先取り特権にも順用されます。 でその一部の先取り特権というのが何なのかはしっかり押さえておかなければいけないんですが、まあ、いわゆる不動産賃貸の先取り特権それから旅館宿泊の先取り特権それから運輸の先取り特権ですねこれについては即で取得は成立をしますので「い」の選択肢については「成立をしない」が×になります。 で、えー、それから「う」の選択肢も基本的に丸がつけられるかなと思いますでそれから「え」の選択肢、えー、不動産売買の先取得権は不動産の代価に関してのみその不動産について「えー、存在する」と書いてありますが、えー、これ代価のみが罰で利息もですねでこの辺りは民法でなかなか勉強してないかもしれませんが不動産登記を思い出してもらえばあ不動産売買の先取得権の登記事項って何かと言われたら「 えーまあ、売買代金と利息というふうに勉強しますよね。ということで何で利息を登記するのかっていったらもちろん利息も存在するからです。ということで、えー A、はになりますでそれからおですね不動産工事の先ほど権の効力を保存するためにはその工事が建物の建築工事であるときには当該建物の建築後直ちにその工事の費用の額を登記しなければいけない。で、えー、こちらはですね 建築後直ちにが罰でででで工工事を始める前工事をを始始めめるる前前すすよねで、えー、いいですか不動産は保存工事売買ありますがそれぞれいつ登記をしておかなければいけないかはしっかり押さえておかなければいけない保存は保存行為完了後直ちにそれから工事は工事開始前ですねそれから売買は売買契約と同時にということになります。で今回は 工事ですからもちろん工事開始前であって建築後直ちにではダメですねこちらが罰ということになっていきますよろしいでしょうかでこういう問題を間違えてしまったという方はこれは基礎知識が足りませんですから基礎知識過去問知識これを正確に身につけておく必要がありますで例えばですねこれから1月以降登壇を受けるよ えー、実力養成編なんかを受けるよという方に関してはその実力養成編の予習として基本テキスト自分が使っているテキストやまとめ集、えー、それから過去問ですねその辺りをきちんと、えー、やっておく必要があります。えー、だから例えば、うん、まあ中上級者の方でこれから答連受けるんだとあるいは年内に、えー、インプット講座を聞き終わっているよって方に関してはその復習 えそれからと、うんまあ、例えば当連の予習としてその講義の復習をするえテキストを読む過去問を解くというところをまずはしっかりやってもらうということですね。で本試験でやはり合否を分けてしまうのはあの難しい問題ではないんですよ。この第第6問の第問ようなもう基本知識きちんと基礎知識ができれば解ける問題こういうところで差がついてしまういや差がつかれてしまうわけですね。 ということで、えー、このような問題を間違えた方はしっかりその、えー、基礎知識を正確にしておく必要があります。で基礎知識を正確にするということは過去問を漫然と解くということを意味しているわけではありません。で基礎知識を思い出せるようにする、えー、先ほど選択肢の「あ」のあたりでお話をしましたし、えー、思い出せるようにする。 でそれはどうすればいいかというと今例えば登壇を受ける方は登壇の予習としてテキストをやりなさい過去もやりなさいと言いましたそのテキストをやるときになるべくテキストに依存しないなるべくテキストに依存しないテキストを閉じて思い出せるようにしていくということが大事なわけです。例えば、今やった選択肢のを、選択肢のを、これはいつ登記をするかといった項目がテキストにはあると思います。 そしたらそのタイトルだけを見ておっ登記はいつやればいいのかな、えー、と不動産工事の場合はあ不動産保存の場合はあ不動産売買の場合はなんていう形で見ないで思い出せるようにしていく必要があるわけですよ。そうするとこの問題、えー、工事が えー、不動産工事の先ほどの効力を保存するためにはその工事が建物の建築工事である時には、えー、当該建物の建築を直ちにその工事の費用の額を投機しなければいけないって問題がありますがその見て選択肢を利用して思い出そうと確かそうだったかなとかいうのであれば引っかかる可能性があるわけですね。選択肢はあの誤答をすするようにできておりますから だからもう見ないでも思い出せる空で思い出せるようにしておけばあ選択肢の誘導に引っかからないで思い出せることができるわけです。でよく言うんですけれども、あのー、本試験の問題というのは「あの間違い探し」です。で、えー、雑誌の後ろについている2つの絵これの間違い部分を探しなさいという問題なわけですね。 で、えー、その雑誌の間違い探しと何が違うのかっていうと正しい絵がないというところ誤った絵だけを見て誤った絵だけを見て、えー、それの、えー、誤っているところを、えー、指摘しなければいけないわけですよ。そうすると正しい絵がこの問題文の横にあればですねこれは比べることができますけどない。 だからその正しい絵を頭の中に入れておかなければいけなくて頭から思い出しつつその知識と比べなければいけないわけですよってことは頭から純粋に絵が思い出せなければいけない知識が思い出せなければいけないわけですねえー、そして逆に言うと思い出せればそこが違うなと判断できるわけですよところが誤った絵から正しい絵を思い出そうとすると確かそこそうだったよねっていうふうに引っかかっちゃうわけですね だからとにかく選択肢を頼りにしないで、まあ、当日頼りにすることもありますよただ原則とすればあ選択肢を頼りにしなくても、えー、もう頭の中からすらすら出てくる、えー、その分野を説明しなさいと言われたらもうテキストを見な,いけども見なくても基本知識は10分ぐらいすら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 と言えるぐらいにしておくと、えー、合格者はそうしている方が多いですよ。 ですからテキストの図表なんかもですねあの勉強する時にはもうその軸だけを見て全部下はあの丸伐とか見なくても分かるようにするぐらいにやらなければいけないわけです。そういうふうに正確にしておきなさいとこういう話をしてるわけですね。ということで あのー、第六問おネタにお話をしておりますがあ、記憶をきちんと正確にしていくんだ。えー、そのためには単に、えー、まあテキストを覚えるだけではなくて、そのテキストを思い出せるようにしていく。その時に同じテキストを何回も何回も復習することが大事ですからね。えー、浮気をしないとおいうことが重要になります。よろしいでしょうか。ではあもう一つだけ見ていきましょう。もう一つがもう二つ見ていきます。十一問目。 え11問目民法の養子縁組の問題ではありますがこちらも今言った、えー、基礎知識の問題ですからこういう問題がスラ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 解けない方はまだ基礎知識が不足しておりますからしっかり今言った形で基礎知識を思い出せるぐらい何も見なくても思い出せるぐらい徹底して復習をしておいてください。では養子縁組の第11問です。えー、選択肢のあ 養子は養親の実子と婚姻することができないと書いてありますね、えー、こちらはですね、えー、養親の実子と養子というのはもちろん兄弟です。です基本的に冒、えー、系結族は兄弟は結婚できないですね婚姻できません婚姻禁止ですただ養子と 八肩の実施ですね、えー、こちらは母系血族であるけれども婚姻はオッケーということでしたこれも婚姻障害がスラ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 出てくるかはい皆さん婚姻障害言ってくださいって言われたら、うん、全部出てきましたって言えるようにするんですよ、えー、これが言えないという方はまだ基礎知識が思い出す練習ができてませんからあもちろんそれはどっかで、えー、限界が来ます きちんと思い出せるぐらいにやっておいてくださいで、これもこのあの問題、えー、これ過去問なんかでもありますから×罰だってできると思うんですよ、えー、ただそうではなくて、えー、きちんとですね、えー、その婚姻障害が出てくるかという観点ですよねこれが実は大事なわけですで、選択肢の E、えー、普通養支援組の当事者の一方が 他のの一方から悪意で遺棄されたたとしして離縁の訴えを提起した場合裁判所は当該他の一方による悪意の遺棄の事実があっても一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認めるときには離縁の正規を規するることができるんーまずこの問題ではですね、えーまあ、裁判離縁の原因が言えなければいけないしその中で裁量棄却ができるものは何かということが言えなければいけない。 この問題自体もちろんん簡単だと思うんですただそれが言えるかどうか例えば皆さんあの裁判離婚の原因って言えますか裁判離婚の原因。えー、裁判離婚の原因5つありますね。これがすらすら思い出せるかどうかが大事です。えー、裁判離婚の原因は不貞行為ですね、えー、それから悪意の意気3年以上の生死不明。 それから回復することがですね見込みのないような強度の精神病それからその他継続し難い重大な自由の5つですよこれがですねすらすら言えるようにしておく必要があります。離婚原因ですで離縁の原因って5つつでではななくて3つなんですこの中で不貞行為と強度の精神病がないんですね。 えそれはどうしてかまあ、だから逆に言うと悪意の域と3年以上の精死命と継続しがたい重要な自由があるわけですよでどうしてかって考えるとわかりますが、えー、この不抵行為っていうのは夫婦だからあり得る話だし強度の精神病だって親子の間でそれでこう離縁原因になるわけではないんですよということで あ,のあくまでも夫婦ってことを前提にした例えば強度の精神病だってあの夫婦の助け合いができなくなってしまうということが根っこにありますからそうするとやっぱり親子の問題ででははそれは出てこないわけですね、えー、親が不貞行為したからあのちょっと子どもからあの、ね、親子が家に請求されてしまうなんてことはないわけですね。夫婦でで義務があるるからの問題になるわけですということで不貞行為と強度の精神病に関しては。 えこちらはですね夫婦特有の原因ですから離婚原因にはなるけれども離縁原因にはならないんだただ悪意の域とか3年以上の生死不明継続し難い重大な自由は離縁原因にもなってるよなんて形で抑えればいいですねこの中で継続し難い重大な自由継続し難い重大な自由だけは裁量棄却ができないえ継続し難い重大な自由だけは 裁量規格ができなないいととうことになりますでそれ以外はあの要件を満たしていたとしても例えば夫婦の間で不行為が夫,夫婦の例えば夫が不定行為をしたとしてもそれは裁判官が不定行為があったことを前提に要件は満たす裁判離婚の要件を満たすことは分かってるんだけれども離婚を認めないというふうな判決を書くことは可能なんだこれが裁量棄却の制度になっていくわけです。よろししいでしょうか ということであ,のあくまでもですね、えー、裁量規格は継続しがたい重大な自由の時だけ、えー、認められませんがあそれ以外認められるんだよということになるわけです。でまあ基本的に認めるわけですよ。ただ継続しがたい重大な自由なわけだから継続をこう相当と認める要素はないわけですね。だからその場合には、うん、まあ あのもう裁量規約はできないわけですただ他の場合には不貞行為はあったけれども離婚、えー、を認めないのが相当だということはあり得るわけでその場合には裁量規約があり得るわけですね。よろししいでしょうかということがあ頭から出てくればいいわけです、えー、基礎力は充実していいいるととうううのはそういうことなんです、えー、選択肢の意もう選択肢も頼りにするのではなくて普段の勉強はこのように思い出せるようにしていくことが必要なわけですね。 で選択肢の「い」は今言ったように「えー、離縁原因」が分かった上でさらに裁量規格がどのような場合に認められるかが分かれば正解が出せる問題でした。うえこんなのも基礎知識です、えー、夫が25歳であり妻が19歳である夫婦は特別養子縁組の養野となることができると書いてありますが「×で」で、えー、夫が25歳、えーまあ、一方が25歳以上であれば他方は二十歳以上である必要があります。えー 養子となるべきものが存続または年長者である時にはこれを養子とすることができないということで「丸ですね。を、えー、普通養子縁組において養親である夫婦が未成年の養子と離縁するには夫婦の一方がその意思を表示することができない時を除いて夫婦が共にしなければいけないということでこちらも「丸になっていきます。 よろしいでしょうかということで今基本知識が大事だよという話をしてますがこういう問題間違えた方もですね基本的には基本知識の問題になりますからしっかりこう復習をしてですね基本テキストを思い出せるようにしておいていただければと思います。ではもう一つ24問目です。でこれも基本知識の問題ですね。主期か不起動きかっててていいうのはあのもちろん出くくる度に抑えていく必要ががありますが あもし主動機不機投機という、まあ、過去問なんかでもまとまっていると思いますしテキストでもまとまっていると思いますからあ苦手と思われる方は一度総整理をしておいて頂いければというふうに思います。えー、ちょっといきますか主動機か不機投機か、えー、が分かった上で括弧の中に、えー、例えば、えー、2番不機1号だとか、えー、そういうのを入れていく問題ではありますね。だからちょっとと当てはははめ型のこころももありりますけれども一般的にはやはりこう まあその不許可しと許可が分かっていれば解ける問題ではあります。では行きましょうか。選択肢の A、えー。ごめんなさい。まずこれ順位番号が同一となるものですね。つまり括弧の中に同じような同じ言葉を入れるものはどれかという問題になりますが、選択肢の A です。おつく二番で設定の登記はされている A を登記名義人とする抵当権について、抵当権抵当証券交付の登記を申請する場合、当該抵当証券交付の登記は えー、おつくえー、乙ポコンで実行されるというふうに書いてありますが。あの、抵当証券交付の登記というのは、不記登記でされます。だから、これは二番不記一号、二番付記一号になりますね。えー、選択肢のい、e、ええー、乙君一番で設定の登記はされている A を。ええー、登記名義人とする定当権について。一番定当権の登記を抹消された後にする。当該定当権の設定の登記の回復は。 をつくポコンで実行されるというふうに書いてありますで、えー、このですね抹消回復抹消回復の登記が何登記でされるか抹消回復の登記が何登記でされるかなんですが、えー、抹消回復登記が何登記でされるかということになりますけれども一部抹消されているものを えー、回復する時には「不気陶器」なんですが全部抹消されてる場合にはそののの足掛かりがないでで主でされます、えー、一部回復する場合にはその、えー、もう一部は残ってるわけですから残りの一部を復活すればいいのでそこにこう「不気すればいいんだけれども全部回復全部回復する時には「主陶器」でされる全部回復する時には「主陶器」でされるということになります。 そうすると、えー、選択肢の「い」は「主刀器でされるんだ」主等期でされるんだということが分かれば「おつく2番」「おつく2番」と言いたいところですが選択肢の、e「意の2行目に「末消がされた後」「末消がされた後」と書いてあって末梢刀器はどんな場合でも「主刀器」「末梢刀器はどんな場合でも主刀器」ですから「おつく2番」は「末消が入ってます。 だから今回くくく2番番のの後の主期だだからおつく3番ににななりますとといいいううころを判断しし忘れないようにしてください一般的には「主等期か不機刀期か」という問題ではありますがそれが事例化された場合には今回問題となっている当該等期だけではなくてその前提となる刀期の主等期か不規刀器かなどというものを考えるあるいは考えを忘れないようにするということがポイントになっていったりもしますので気をつけておいていただければと思います。 ででは、選択肢のうですおつく2番で、えー、設定の登記はされている A を登記、えー、名義にとするねてい統計について B に分割譲渡した場合、えー、当該分割譲渡による移転の登記はおつくポコンで実行される分割譲渡は主登記分割譲渡は主登記ですが同順位の主登記同順位の主登記ですね。だから2番です。 ただ二番イになりますね。もともとの値定当権が二番アと言った形で職権でされて、えー、もう一方の今回分割譲渡された方の値、えー、定当権についてはおつく二番のイ、おつく二番のイということになります。では選択肢の A です。えー、おつく二番で設定の登記がされている A を登記名義人とする地上権について。 B への売買による地上権の一部移転の登記がされている場合 B の持ちも目的とする定等権の設定の登記はおつくポコンで実行されるといいう,うに書いてありますねで今回定等権設定、まあ、地上権に対する定等権設定地上権に対する定等権設定が何登記でされるのかということではあるんですが。 えー、地上権に対する定等権設定つまり所有権以外のものに対して定等権設定するわけですからそれはもう「府記」でなされますね。 まあ、これは移転なんかもそうで、所有権の移転は主登記だけれども。所有権以外のものの移転は不起登記でされます。それと同じように、所有権に対する抵当権設定は、おつく一番のように、主登記でされますが。あ地上権などに抵当権設定するときには、不起登記でされますと。おお、いうことは問題ないんだけれども。え二行目の一部移転登記が、そもそも不起登記で入ってるわけです。二番、不起一記。ってことは。 二番付記一号の持ち分に定等権設定するときに元々が付記登記だから付記の付記になるのかあそれとも、えー、あの普通におつく付記二号になるのかと、えー、いうことで難しいわけですよでこれその難しさが判断できるかどうかが大事なんですで絵の選択肢は解かないことが実は大事だと思いますね ということでまた後でお話をするテクニックなんかの話にも絡んできますがちょっとまあ基礎知識の話をしている途中ではありますがこの絵のの絵選択肢に関ししては難いいと思いますす判断回避でできるのも実践力ですからねだからこの絵の選択肢を判断回避できたかどうか特にこの不動産投機の問題は午後の部ですからあの全選択肢見ることができません分かる選択肢だけで回答ができるというのも実力の一つです。 NF 選択肢を判断・回避できたかどうか、まあ、多くの方は知らなかったと思うんです。で、それでいいと思います、これは。ただ、判断・回避できる力が大事で、えー、危機意識ですよね。もともとが不機等機のものに不機するんだから、不機の不機になるのかな、ちょっと難しそうだなって言って、他の選択肢を頼りにできるのも力ですからね。解かない力が大事です。 えー、ということでこの問題は結論から言うと「えー、おつく2番付近2号」で登記されるわけですが「付近の付近で入るとも思えるので判断回避できるかどうかが力かなというふうに思います選択肢のオです。 大津区2番」で設定の登記がされている A をえ登記名義人とする定当権について「え自順位定当権の B への民法393条の規定によるえ共同定当における団員の登記を申請した場合当該団員の登記は「大津区2番付 f 1号」「団員の付起登記」ってやつですからもちろんこれは付起登記で入るよということになりました。よろしいでしょうか ここまで基礎知識を大事にしなさいというお話でしたから3問だけ解説をしましたけれども今お話をしたような知識がスラスラと思い出せないよって方は是非年明け以降ですね基礎知識の充実というところを念頭に置いて学習を進めていただければと思います。であとは今最後主導期不起動期の問題もありましたが一部こう事例問題型の問題例えば民法のですね えー、A やら B やら出てくるような事例型の問題が出てきたときに、えー、間違えてよって方もいると思います、えー、基礎知識はあったんだけど間違えた基礎知識があったんだけど間違えたって方もいると思いますちょっとそのようなお話もしていきたいと思いますで、今基礎知識がスラスラ出てくることが重要ですよってお話をしましたが、えー、もう一つ大事なのが民法を中心とした事例問題です A やややらら B 出てくるやつですよ単に知識が条文がコピペで貼り付けられていて一部できるできないを入れ替えてるとかそういう問題になったら基礎知識が思い出せるだけで解けますけれども事例問題について間違えた方はきちんと持ってる知識を当てはめる練習をしてください。 えもちろんその基礎知識があればですよもちろんその基礎知識がなければ事例問題だと解けませんよただ基礎知識があるのに事例問題を間違えるという方はその事例問題を解く練習が大事ですからあ過去問なんかやえそれから答練を利用してしっかり練習をするようにしてくださいやはり問題を解く練習をしておかないと解けるようになりません知識が思い出せれば あ解けるというのではなくて思い出した上で事例に当てはめることができるかどうかっていうのはまたこの解答力っていう次の問題になりますのでその解答力のところを鍛える意味ではは非常にに有効になりますだから時間内で事例問題をいかに読み解くかといった練習はやはり実際に解いてみないことには始まりませんのでちょっと知識があるのに間違えてよ。 知識があるのに間違えたよって方はぜひ当練を有効活用していただいて持っている知識をきちんと得点化できる練習これをするようにしてください。そこではいろんなこう解放テクニックがありますからそのようなテクニックなんかをしっかり当練を通して確認をして身につけていただければというふうに思います。では次の問題の解説に行きますが次はですね会社法の十九問目。 会社法の十九問目のところを見ていただければと思うんですが。会社法の十九問目、会社法って言っても商法分野になりますが。会社法の十九問、会社法商法の十九問目、商行為が出ております。商行為。で、これ今からお話をしようと思うんですが、先にその趣旨をお話をします。マイナー分野もしっかりやれ。 ですからこの19問目このような問題を間違えた方はきちんと証拠異証法相続証拠異なんかも捨てないで勉強してください。で使用、えー、書士の試験っていうのはあのー、主要な分野だけで、えー、点数取って合格できるというふうな甘い世界ではありません。マイナー分野もしっかりやることが大事で,すで一つ一つはマイナーかもしれませんがでもマイナーなものだけ集めたって。 えー、当日結構出るわけですですからあ一つ一つはマイナーかもしれないけどちりも積もれば山となるってことで本当にに、えー、に影響を与えることになります特にこの商方総復証行為なんていうのは一般的には午前の部の、えー、35問目に指定席があるわけですからやらないわけにはいきません。 えー、ですからちょっと、えー、商法総則やってないんだよねとかあで次に今度は一般社団法人35問目も解説をしたいと思いますがあ一般社団法人財団法人もやってないんだよねなんて方はそういう分野こそしっかりやってください。で、えー、この「地方初心の試験」に関してよく小学者用のクラスでお話をすることではありますが本当にメリハリをつけて勉強しなさいと言いますがそれは難しい知識。 えーあのー、本当にもう誰もが解けないような難しい知識はやる必要はないしそんなのやっていたら、あのー、基礎知識はおろそかになるよと言いますが基礎知識に関してはまなくやる必要がありますだから、あのー、深くやる必要はないんですが広く浅く浅くていいから広くってことは大事で、あのー、あの分野を捨てるとか民事執行法は捨てるとかそういうことはやってはいけないわけですね。 あのとにかくこう誰もが知らないような洗礼とかあ分厚い的線にしか載ってないような陶器研究とかそういうところまで抑える必要はないけれども基本に関してはながっちゃいけないんです。大丈夫ですかねということで、えー、マイナー分野って本当によく出ますから。 あの,あの分野はあ出ないかもしれないからほっとこうという分野があっては受かりませんからもちろん信託とか持ち分会社なんてのはもうマイナーでも何でもないですよそういうところだけではなくても一般法人だとか、えー、商法相続商行為だとかあそういうところもひっくるめてしっかり、えー、基礎知識でいいから抑えてくださいということです。で基礎知識でいいから広く抑える、えー、分野を捨てちゃいけないってこと。 分野を捨ててはいけない例えば本試験なんかでは上億営業なんかも出るわけですよですからその商法早速商工医についてもしっかり商工医分野まで学ぶといった形でやっていただければというふうに思いますねではそのような意味を込めて第19問目ですあの本当に過去問レベルテキストレベルでいいです過去問レベルや基本テキストレベルでいいですからあの本当に全ての分野をやってくださいあのまあ 私がメリハリをつけろっていうのはその深い知識についてはやる必要はないというふうにメリハリをつけているのであって分野分野でここは出ないよっていうふうに試験に出る範囲の中ではあんまりこうメリハリをつけてはいけないととにかく基礎レベルはしっかりやれということが大事ですからもし証拠異やってないとか商法やってないとかそういう方がいたらもう反省していただいてあのきちんと得点できるようにしっかり商法分野やってください商法分野得点源ですからね。 ちょっとやればできるわけですから、えー、一問まるまる出ることが多いわけです、えー、基本的には例外がなければ一問出るわけですそこで、えー、その一問取るための範囲を考えたらそんな広くないわけでマイナー分野ってそういう特徴あるわけですから基本だけやっていけば選択肢三つぐらい分かるようになりますので、えー、しっかり、えー、マイナー分野の基礎力というものを手当てするようにしていただきたいと思いますでは、えー、っと第十九問選択肢のあ 利益を得て譲渡する意思を持ってする場合の除き他人から取得する不動産の供給契約およびその利口のためにする優勝取得を、えーうん、優勝取得を目的する行為は絶対的証行為ではない。でこれ絶対的証行為という概念があってこれはあの1回のの行行為為でももとなるものになるにりますね、あのー、でその絶対的証行為という種目挙げられるのがこの投機購買とか投機売却ってやつですが。 えー、ここの選択肢に載ってるのが投機売却というやつで、えー、高く売り込んで高く例えばじ自分がやるとすれば高く売り込んで安く買うつまり後で買うことを前提に先売っとくってやつですねこれが投機売却です。で逆に投機購買っていうのは普通のお店屋さんがやってることで仕入れて高く売る仕入れて高く売るこれが投機購買になります。で陶器購買の方は 仕入れて高く売るっていうのはそれはもうなんか魚を仕入れて売ってるこう刺身屋さんなんかも商工医やってるわけだしあれは不動産を買って不動産を売るような業者ももちろんこれは商工医やってるわけですが投機売却っていうのはえこの選択肢にあるように不動産は含まないんです投機購買安く買って高く売る。 安くく買って高く売るこれ不動産含むんですけど高く売り込んで安く買うこれ不動産含まないんですなぜかというと不動産っていうのは一つ一つに個性がありますからあの例えば個性がある一点物を買っておー一点物入ったよって売ることはできますよただ一点物をですね先に売っとくってことは基本的にできないわけですね。何かそうですね個性がない えー、不特定物のようなものであればあ売っといてから仕入れるってことだってできますよ例えば、あのー、本とかであればですね、えー、同じ本がいっぱいあるわけです、えー、ですからそれを売っといて仕入れるってことだってあり得るわけで,でこれはですね、あのー、できるわけですが、あのー、不動産の場合にはあ売っってていい仕入れるって概念がないんですだからあの選択肢のように「投機購買」えー「安く買って高く売る」 安く買って高く売るこれは不動産含むんですけど、えー、高く売り込んどいて安く買うこれには不動産が含まれないんだっていう知識があればあは丸ですがこれはちょっと難しいかもしれません他の選択肢がわかればいいでしょう、えー、では次です、えー、今度はですねい、えー、事故の 耕作地において収穫した野菜等を公衆に対して継続的に販売しているものは店舗その他これに類似する設備を開設しなくても商人と見なされると書いてありますがまず商人って何かというと「の名ををってすする人ですえっと論点ガイド」に書いてありますが論点ガイドの一番上「固有の商人」というのは事故の名をもって商行為をすることを行とするもの で、えー、この絶対的証行為ってお話をしましたがあとは営業的証行為っていうのもありますがそれを業としてやる業としてやる、えー、これを人と言いますだから別に承人じゃなくたって一回だけ絶対的証行為をすることあるかもしれませんそれは証行為なんですよ。ただその証行為を仕事として業としてやってるとお年がら年中やってるというのであればそれは承人だということになるわけですね。ということでえー まあ商人というのはその商行為というものをですね業としてやっている人が商人ですよということになるわけです。そうすると選択肢とには野菜の直売所みたいな感じですね。でこれはです、ね、あの商人ではないか売ってるんだからとさっき投機購買と言いました。 店を開いて刺身を売ってるのが商人であれば野菜売ってるんだって商人じゃないかと魚は商人で野菜は商人じゃないのかいなんて話になるといやそれは野菜と刺身を区別するものはないわけでだったらこれは商人だろうっていうふうになりますが先ほど私が投機購買と言った時に安く買って高く売る安く買って高く売るこれが商人だと言いました。選択肢ののは何が違ううかというとい自分の 畑で取れたものを売る絶対的証拠為の要件である安く買ってがないんですだから八百屋でいらっしゃいって言ってる八百屋さんも仕入れたものを売ってればそれはもう絶対的証拠意をしてますから承認ですよただ裏の畑で取れたものを売ってる場合には絶対的証拠為というものはしていないんですそこでまずそれが前提なんです えそれでただお客さんからしてみればあいらっしゃいって野菜売ってる時に、えー、裏の畑で取れたものか、えー、それともですね仕入れたものかによって商人かどうかが違ってくるのは困るだろうということで、えー、論点ガイドの、えー、犠牲商人という概念が出てきました店舗営業者です、えー、店舗その他これに類する設備で、えー、原子生産物等の物品を販売することを業とするものと書いてありますが店舗で 何か売ってる人これ商人とみなしますでこれなんで商人とみなすかっていうと、えー、この仕入れたものを売ってればもともと商人なんですが原始生産物を売ってったときに、えー、これ商人に当たらないんですよだから商人とみなすって規定なんですよろしいでしょうかということで あの安く買って高く売るのが商人ですがあ裏の畑で取れたものを売ってるのはその絶対的証拠をしていないということで商人と見なされないと困りますから商人と見なそうとおいうのがこの店舗営業者なんですただ要件として店舗を構える必要があります店舗を構える必要がありますからあこの選択肢の E 解説し,していなくてもは罰ですね。えー、さすがに店舗を用意してないのであればあお客さんの信頼もそれほどではないということで、えー、店舗を、えー、設定していると、えー、店舗を設定していることが要件となっていきますから意の選択肢は罰ということになります。ではウですね、えー。工業営業者が 営業のために重機を購入した場合当該重機の購入は商行為に当たらないと書いてありますがこれも論点ガイドの工業営業者のところで地中の鉱物資源を再興して精錬することを業とするという工業営業者は規模が大きいということであの商人とみなされます。 ですから、まあ、店舗営業者と趣旨は違うんですけれども店舗営業者もそうだし工業営業者も商人と見なされます。で商人がやる行為については商行為ということですから「う」の選択肢は×ですね。で「え」「ぱら賃金を得る目的で、えー、物を製造しまたは労務に従事する物の行為は営業としてする時には商行為となると書いてありますが営業的商行為というのがありますがそれはあのー、自らこうえー まあこうですね、えー、儲けようというふうに思って、えー、やる必要があるのであってまあフリーランスみたいな形でやるイメージですがあの賃金を得る目的で作ってますという場合には、えー、従業員としてやってますみたいな場合ですよね、えー、こういう場合には商人とは言わないんだといったところですね「あ論点ガイド」に書いてありますね「えー、論点ガイド中の1」のところの営業的商行為ですが、えー、米印がついていて。 えー、もっぱら賃金を得る目的で物を製造しまたはアロームに従事するものの行為は営業的商行為に含まれないということです。ということで「え」の選択肢が「×」で「お」質、え、屋、ー、営業者が営業として、えー、自己資金によって金銭を貸し付ける行為は商行為ではないと書いてあるところで丸がつけられるとありがたいんですがこれ過去問ですね昭和61年、えー、32問という過去問になります。 ですからあの、商法分野についてはあのー、過去問しっかりやってもらうことによって結構リバイバル問題が多いですからあこのような問題を間違えた方はさっき言ったようにマイナー分野もしっかりやるということとあとはマイナー分野過去問がある分野に関してはきちんと過去問やってください。 よろしいでしょうかということで尾の選択肢過去問だというふうにわ、えー、からなかったよって方はまだ過去問が不足しております、えー、会社法に関しては平成18年以降でいいですが商法できれば古い問題も含めてやってもらうといいかな商法分野についてはそれほど目立った改正ないですからあの古い過去問使えます、えー、会社法と違って会社の部分と違ってこの個人承認などの商法については 古い過去も使えますのでそっからのリバイバル問題が非常に多いですからあのしっかりそのような部分についても、えー、こなしておくようにしてくださいよろしいでしょうかでは、えー、次です、えー、今度はですね同じように35問目35問目、えー、一般社団法人一般財団法人の登記になりますで、えー、ここでも過去もなくてもよく出てるのが選択肢の A であの基幹設計ですよ で管理、えー、設計の論点ですね、えー、幹事設置一般社団法人において、えー、幹事設置一般社団法人である旨および幹事の氏名が登記事項となり、えー、一般財団法人においても、えー、幹事設置一般財団法人である旨および幹事の氏名が登記事項となると書いてありますが後半部分×であの財団法人の場合には幹事の氏名は登記しますが幹事設置一般財団法人とは登記しません。 これなぜかというと例えば皆さん普通の株式会社考えていただいて株式会社で監査役設置会社って登記事項ありますかありますね。監査役を設置した場合には監査役設置と登記をするで、えー、一般社団法人だって監事設置をした場合には監事設置と登記するわけですよ、えー、ところが例えば会社法で取締役会設置会社は登記しますよね取締役設置って登記しますこれしないですよねどうして すべて,ての会社で取締役いるからうちの会社取締役いるんですそりゃいるだろうってなりますよですからあの取締役設置なんていうふうになのは登記しません取締役会設置は登記しますつまり期間設計ってどういう場合に登記事項になるかっていうと認的期間の場合ですよ必須期間なら設置されてるのは前提ですから必須期間の場合にはいちいち設置しました旨は登記事項じゃないわけですで 一般財団法人の機関設計がスラスラと言えるようになっていなければいけません一般財団法人に関しては評議員、評議員会、理事、理事会幹事までが必須機関なんですね任意機関は会計監査人だけですよだから会計監査人設置という登記事項はありますけど幹事設置という登記事項はないんです幹事は花からいる必須機関だからいるに決まってる いるに決まっている以上こル見ヨガシに漢字設置してますとか言う必要ないんですハナから設置してるんですあの選択肢バツになります、えー、ということでこれ過去問なんかでもよく狙ってきてますし、えー、注意ですよねで一般社団法人の機関一般財団法人の機関 しっかり何が必須期間か何が任期間か言えるようにしておいてください、えー、じゃあちなみに一般社団法人はどうですか一般社団法人一般社団法人は社員総会と理事のみが必須期間で理事会幹事会計監査人が任期間ですよね社員総会と理事が必須期間理事会幹事会計監査人が任期間ですよ それに対して一般財団法人はもう評議員評議員会理事理事会幹事ここまでが必須期間なんだここ,もこ,こまでが必須期間なんだとういうことをですねえしっかり押さえておいていただければと思います会計監査人が2間ですね会計監査にのみなんですよということになりますでは選択肢の E です 一般社団法人における理事の就任における変更の登記の申請書には定款を添付しなければいけないが一般財団法人の表員の就任による変更の時の申請書には定款添付することを要しないこれ前半も後半もツですねあの一般社団法人における理事は社員総会の決議で選任されますから社員総会の決議で選任する以上もちろん社員総会議事録は添付します。 それに対して一般財団法人の評議員は定款で定める選任方法によって選任されますから定款は必須になります定管つけないと定管つけないと定款に定めた方法が何かわからないからということですよねよろしいでしょうかではえ次選択肢のうですねえ一般社団法人及び一般財団法人において広告方法は登記すべき事項であるが事業年度は登記すべき事項ではないこれ丸付けられてくださいあの一般社団法人一般財団法人の勉強のポイントは 会社法と異なるるとととこころろをしっかり勉強するところで会社法と同じそうするとですねああ勉強してないところは会社法と同じなのかなっていうふうに解けるわけですよ。だからしっかり会社法と異なるところを勉強してその会社法と異なる部分 が出たらしっかり答えてもらうしでそれで選択肢が解けなければあとは会社法と同じだろうというふうに判断するということはあ大事な要素ですね一般社団法人一般財団法人もまたゼロベースで勉強するのは非常に大変ですから会社法を学んだ後に会社法と違う部分をしっかり勉強するで違う部分をしっかり勉強すれば同じ部分は同じだとわかるわけです。よろししいでしょうか ただじゃ広告方法で会社法と違うところはどこかっていうとまず広告方法は定款の絶対的記載事項であるということ会株式会社なんかでは定款の二的的載事項でしたよね。と、あのーまあ、い,いうことで書いてあってもいいんですが書いてなくてもいいんですが、えーまあ、例えば新聞とか電子広告にする時はもう まず漢方に定款に載せろってことで、まあ、いわゆる、えー、こうやるなら載せろっていうそういう意味ではあ相対的記載事項ではありますが、まあ、書いてあっても書いてなくたって、えーまあ、定管としては有効ですただあその広告方法を漢方以外にするためにはですね定款に載せなければいけないよというだけですよ。まあ会社のテキストなんかで一般的に相対的記載事項というふうに書いてあるものですよね。 ということで書いてなきゃ書いてないで漢方になるというのは大事なポイントですが、あのー、一般、えー、社団法人なんかの場合にはあの定款の絶対的な記載事項ですよというふうに書いてありますから定漢に書いておかなきゃいけないっていうのはポイントの一つです。であと違う部分は何かというと官報新聞電子広告のほかに主たる事務所の講習の見やすい場所に掲示するなどというのがですねこの一般社団法人の定款のえー 記載事項としてて許されてるわけですよ。広告方法として主たる事務所の講習の見やすい場所に掲示主たる事務所の講習の見やすい場所に掲示これでいいんですね。といったところで押さえておいてください。であとは。 あのあそういうところが会社と違うところですからしっかり広告方法はあいめというように「う、まあ」右の選択肢自体はいいんですがそこから応用して会社と違う部分はまあ絶対的最事項であるということと下たる事務所の講習の見やすい場所に掲示という方第4の方法が認められているんだというところを押さえておくようにしてください。では選択肢の「え」です。 一般社団法人及び一般財団法人に理事の就任による変更の当期の申請に係る登録免許税の額は申請件推計につい1万円丸それから生産法人における最初の生産人の登記の申請書には定価を添付しなければいけないで丸と言ったことになりますこのあたりは大丈夫でしょうかねまあ、こんな形で押さえておいてくださいで最後にですね記述問題なんですが記述問題も間違えたところに関しては どうして間違えたのかの原因を探っておいてください。まあ、今回の問題もなかなか力のですねチェックができるようないい問題だったと思いますから、間違えたところっていうのは皆さんの弱点なはずです。だからそこをしっかり分析をしておいてください。で分析ってどういうものかっていうとまずは ひな型レベルで書けなかったよって方はしっかりもう今のうちですからひな型を書いてくださいもう3月頭の模試になってからではあごめんなさい4月頭の模試になってからではあ基本的には苦戦します遅いとは言いません、まあ、遅いですねあの言いますあのちょっと遅いですけどまだあのそれでも、ね、やんなきゃいけないんですがあの基本的には今がチャンスですよひな型やるとすれば。 ですからにになななれればなるほどどんどんん不利になりままますですす置いいいててかかしでら解答がですねひな型レベルで書けなかったという方は悪いことは言いませんからもうひな型しっかりマスターしてくださいひな型書けるようにしてくださいすらすらと書けるようにしてください考えなければ書けないのではなくても条件反射で書けるぐらいにしておいてくださいいいですね。ということで。 規立、えー、問題がひな形レベルで回答できなかったって方はまずはひな形とその使い方というのをしっかり覚えておく必要があるあとは例えばですね、えー、知識がなかったと実体的あるいは投機的な知識がなかったって方はその知識のレベルで間違えた方もやっぱりこう知識レベルをしっかり補充しておく必要があります。であとは「知識も大丈夫」。形ももけけるんだけれども 見抜けなかったって方は解放の問題になりますからどこをどう見れば気づけたのかどこをどう見たら気づけたのかといったところをですね、えー、把握できるようにしておいてくださいだからそういう方はああ今回気づけなかったそうかそうかではなくてじゃあどこを見れば気づけたのとどこを見れば気づけたのってレベルで復習をして自分なりの解放を仕上げておいていただければいいかなというふうに思います えー、ということで、あの間違えた方は何を間違えたのかだけではなくて、どうすれば次間違えないか、確一と一緒です。記述もそうです。どうすれば次間違えないかというのをポイントにしておいてくださいね。よろしいでしょうか。ですからその時にあのもうこのレベルまで具体的にしておいてほしいというのは問題文のどの文言、どの記載から見破ればよかったか、どの文言、どの記載から。 見破れば良かったのかそのレベルで具体化しておくということですよろしいですね、えー、これを見れば良かったんだじゃあなんで見なかったんだどうすれば見ることができる解法になるのかと、そういうレベルですよ、えー、そんな形で、えー、復習を反省をそして、えー、次の対策をしておいていただければと思いますよろしいでしょうかということで、えー、今回ですね この主要4科目実力診断模試といった年内の模試ですねこれをネタにこれからの過ごし方あるいはその前提となる今回の模試の生かし方についてお話をしていきました。 で、えー、皆さんの中にはですね今回のお持続診断もし特に1年目の方なんか多いでしょうかあ予想以上に点数が取れなかったという方もいるかもしれませんただ、あのー、あくまでもこれはですね今の段階での力ですで、えー、それが分かったということは逆にプラスに考えていただいてこれから上げればいいんだということですねまだまだ遅くはありません。 このまあ、実際、これは気休めでも何でもなくてこの年内の模試で成績が取れなかったからといって受からないわけではなくて、まあ、ここから力を上げた方というのはデータ的にもたくさんいます。まさににこれからがチャンスなんですねでそのために えー、今回受けなかったというのではなくて今回受けた方であればその飛躍するきっかけになるわけですよ。ですよですからここからが勝負ですからね、えー、何があ例えば今言ったようなポイントで、えー、復習をしてもらえば何が足りないのかが分かるわけじゃないですかこここからそれを埋めていくことが必要なわけですだから今回あれですよ全部の分野で35問しか卓越ないわけですからいや代理が苦手でしたとかそういうふうに 苦手分野がわかるわけではなくてもう過去問レベルだとかマイナー分野だとかそういったあるいはもうケアレスミスだとそういうふうなもう大きな思考回路で苦手分野を意識していただいてこれからの勉強に役立てていただければいいのかなといったところなわけですよろしいですねだからあくまでも一つ一つの知識もちろんそれも大事ではありますので復習してほしいんですがあそれだけではなくてもっと大きな意味でこれからの勉強にどう生かすか一回の模擬テストと えー、その復習ということではなくてこれからの勉強へのどう生かしていけばいいのかっていうお話をしていきましたからそういう意味で是非役立てていただければいいかなと思いますでは最後までお聴きいただきありがとうございました、えー、この模試をですねあれですよねこれあのー、生で受けた方はあクリスマスの24日ですか あ受けたわけでなかなか大変だったと思いますけれどもそれをせっかく受けていただいたのでぜひ、えー、活かしていただければと思いますで、えー、こういう申し訳を受けたわけですからもうこれをですねぜひ受けた方は合格していただきたいと思いますこれからの先、えー、皆さんしっかり勉強してくださいね応援しております、えー、それでは最後までお聞きいただきありがとうございました